なんかいい感じの店だな。はい、いらっしゃい。失礼します。何名様？あ、一人です。はいはいはい、座れ。あ、座れって言われてた。はいはい、何が握りましょうか？あ、なんか最初にお茶とかいただいていいですか？はい、上がれ。はい、上がれ。あ、すいません。はい、何を握りましょうか？じゃあそしたら最初マグロで。マグロで、はい、今まだ準備してないから最初後半を。ああ、そっからやるんですね。そうです。あ、まだ仕込んでないんだ。そう、早すぎ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、そっか、まだ解禁したばっかり。そうそう、でもお待ち。はい、はい。すみません、このお店は、うん、今日初めて営業します。あ、大将今日初めてお寿司を握る。そうです。大丈夫ですか？大丈夫です。私経験があります。え、どっちですか？いや、私動画を見ました。握ったことはない。握ったことはない。でもイメージした。ああ、イメージトレーニングをしたい。そうそうそう、だから大丈夫。すごい自信だな、この人。そう、じゃあ任せます。はい、はい、最初はこれ、はい、とこれ、はい、どん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 入れる前。ああ、ちょっと多いかもしれない。私は対象、はいはい、お客様、はい、勝手に言わないで。混ぜす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 。何ですか？はい、っしゃ。お客様、私の技術どう？一応ここにしゃもじみたいなのが。あ、うちのお店はちょっと違う。最初は お菓子を混ぜる。そしてこれ、はい、こだわりがあります。はい、はい、OK。 味見とかしなくて大丈夫ですか？あ、私自分の技術は自信があるから。ああ、味見でもやっぱりちょっと、はい、見せてね。はい、はい、あ、足りない。みりん。みりん普通使わないんですけど。いや、うちの店は二大式ある言葉知ってますか？あ、何ですか？二大優子。え、はい、え、ちょっと分かんないんですけど。二大優子。二大優子。優子。優子。二大優子。そう。おお。じゃあ任せます。はい。変わったお寿司屋さんなの。そんな入れるんですか？大丈夫です。怖いな。はい。はい。完璧です。おお。何を握りましょう？あ、マグロって言いました。はい、ちょっと待ってください。それパックじゃないですか？うちの食材は一応朝から港に買って、そしてパックに入れて。新鮮なんだ。そう。じゃあマグロいっか。はい。おお。おお。なんで米を叩いてるんですか？一応大将はこんな感じだよ。あ、動画の中だよね。そうだよ。はい。おお。失礼しました。大丈夫ですよ、何も。はい、ほい。何を切ってるんですか？この形はちょっとついてたね、だから。あ、形を整えてるんだ。ダメ、細いマグロは。はい、はい、マグロをお待ち。おお、ありがとうございます。何の醤油がいりますか？一応3つ種類があります。お、1つは脱出。それは脱出じゃないし醤油じゃないです。1つは、はい、これはすき焼きのタレですね。そうです。はい、1つは、はい、あ、醤油って書いてある。じゃあその醤油って書いてあるやつ。はい、わかりました。はい、これは台湾の醤油。ああ、なるほど。ドロドロ。これ何？ソースみたいなんだけど。何これ？あ、お客様、わさびいりますか？ああ、欲しいです。それいい？おい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 、多いですね。じゃあちょっといただきますね。じゃあわさびをちょこんと乗せて。あ、でも形は、あ、すごいしっかりしてる。うん、
すが動画見て勉強しただけのことあります。もう本当にご飯ふわっとしてる。お酢とみりんの加減もちょうどいい。これ本当に美味しいです、うん、こだわりがあります。すごい。ちょっと次は3巻ぐらい一気に見てほしいです。お任せで3つ。はい、はい、分かりました。お願いします。はい、これから握るネタは何ですか。極みサーン。もう普通のサーンも極めちゃってる。そうです。あとは新鮮のタイ。へえ、高級魚じゃないですか。そうです。はい、しょ、これ極みのサーン。おお、何の形が好きですか。うちのお店は一応お客様のお込みが調節できます。ああそうなの、ね、でも割とこう四角い綺麗な形で、ね、はい、わかりました。じゃあ2枚。2倍。うん、サービスがすごいな、この店。そうです。はい、何やってんですか。潰して。そうです。1枚のサーモン。そうです。斬新だな。はいはい。おお、2倍サーモン。はい、うん、はい。え、切らないですか。いや、なんかもう完璧ですよね、この形。あー、なるほど。じゃあもう半分。全然もう大将にお任せで。じゃあ半分しよう。はい。おお、いい厚さになった。おお、綺麗綺麗。もう一個ですよ。お任せで。はいはい。軍艦。へえ、何軍艦だろう。はいはい。お、その魚は何ですか。うちの秘密武器だよ。あ、秘密兵器ですね。そうです。はい、なるほど、4枚に使って。うん、はい。おお、え、何あの軍艦。海苔を使わない、もう魚を巻いた軍艦。そうです。見たことない寿司。はい、終わり。うわぁ、じゃあまずは極みサーモン。あ、すごい、まるで一枚のように見える。そうです。いただきます。握り加減が絶妙ですね。本当初めてとは思えないです。才能ありますよ。うん、分かってます。すごい自信だ。じゃあちょっと次のもいただいていいですか。はいはい。うわ、いただきますね。タイじゃないですよ。いや、実は包丁持たないでください。怖いんで。うん、実はタイふりして別の魚です。なんでそんな嘘をつくんですか。みんなタイ好きですよね。いや、もうそれがみんなタイ好きだから、もうタイって言っちゃえって。そうです。なんて正直な嘘つきなんだ。じゃあ次、軍艦。海苔じゃなくて魚です。これ軍艦ですか。はい、お待ち。いただきます。うん、これは軍艦じゃありません。やっぱり軍艦っていうのは周りに巻かれた海苔のあの磯の香り、あれを楽しむ食べ物じゃないですか。ここにはそれは全くない。なのでこれは軍艦じゃない。いや、うちの軍艦は一応こうやって。頑固だな。今は寿司の時代はどん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 変わってる。もう新世界。これが新しい寿司なんですね。そうです。僕の頭がちょっと硬かったのかもしれない。そう、番号もなんだね。めちゃめちゃ説教されてる。じゃあなんかさ、最後に、じゃあうちの定番てっぺんセット。てっぺんセット。あ、それください、それください。はい、またこれも見たこともない寿司だ。なんて美しい寿司なんだ。これは実は名前があります。はい、おにぎり。寿司じゃないんですか。じゃなくて、おにぎり。もうおにぎりなんだ。そう、もう寿司という概念を超えとるんや。そうです。
最初食べたら、あ、これサーモンなのかなと思って、でもその後ですぐマグロが追いかけてきて、最後にカンパチが待って、この3匹が最後一緒になって僕の口の中で泳いで爆裂だ。うめえうめえ、すみません。そしたらお会計で、はい、今日は一応友達になれます。サービスがあります。8割、8割引き。そう、まあ寿司大体食べたのが6貫ぐらいだから、1500、2000円。はい、はい、こっちです。8000円。今日は友達だから割引があります。待ってください、それ割引前はそしたらたくりじゃないですか。いや、一応この店は魚からお米全部新鮮、さらに対象の技術、はい、今日初めて握ったのに。いや、私頭の中にもう何回目トレーニングした、だから今日はもうプロです。プロじゃないです。あ、クレジカードもできますよ。ちょっとクレジットカードも忘れちゃった。ヨーヨーカー、ヨーヨーカードの中に8000円がありますか。多分ちょっと検査しますね。はい、あ、すみません、お客様、このカードは中に100元しかない、だから足りないです。さあ、うどん来るか、この店。なんだよ、このチンチン。皆さん、怒らないでください。ただのお茶番です。今日はね、そのジジが初めてお寿司を握ってみたという動画でした。全国のお寿司屋の皆さん、本当に失礼しました。失礼しました。ごめんなさい。ごめんなさい。感想ありますか、今日。あ、でも本当に美味しかったです。お酢とか多すぎるかなと思ったんだけど、なんかね、シャリの部分が本当に美味しかった。あとお魚はやっぱり新鮮なのね。そう、朝から港に取ってきました、うん、いや、バディさんが買ってきてくれたやつだよね。バディさんはわざわざ港に行って行って行ってないって。スーパーでしょ。スーパーですか。あ、スーパー、スーパースーパーですね。スーパーです。いや、でも美味しかった。これね、100点満点中初めてって考えると85点。惜しい。惜しかった。そんな満点は急に取れないですって。まあ、また機会あったらぜひ。はい、わかりました。はい、はい、それじゃあバイバイ。あざーす、あざーす。この動画が好きならこのチャンネル登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもあるよ、フォローしてお願いします。それじゃあバイバイ。また明日。また明日。ほっしゃ。うわ。今日は大賞になります。大賞になった。そう。楽しかった。楽しかった。でも、私の技術はまだまだですね。うん、そうだね。皆さんぜひ怒らないでください。ごめんなさい。大丈夫ですよ。